パリといえばおしゃれなカフェテラス。パリ旅行に来たら素敵なカフェへ行きたいという方も多いのではないでしょうか。今回はそんなパリ旅行には外せない2つの老舗カフェをご紹介いたします。動画の後半ではカフェにまつわる可愛いお店もご紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。プティビズフォース、チャンネル登録よろしくお願いします。パリ・サンジェルマン・デ・プレに並んで立つ、今も昔もパリジャンたちに愛されるこちらの2つのカフェ、カフェ・ド・フロールとレ・ドゥ・マゴ。まずはこちらのカフェ・ド・フロール、1887年創業の老舗カフェ、雑誌レ・ソワレ・ド・パリの編集室があったことから文学活動、前衛芸術の活動拠点となっていたカフェ。その後サルトルやボーヴォワールなど哲学者、映画関係者、ファッション関係者の社交場にもなっていたところ、その名残かメニューもまるで文学本のような冊子で素敵。最初のページはメニューではなくフロールショーについて。カフェの名にちなんだフロールショーという文学賞が1994年に創設され、将来を期待される若手に与えられています。シャンパンやアペリティフのメニューから始まり、ソフトドリンク類はオーガニックのフルーツジュースなどが充実しています。インスタなどでよく紹介されているショコラショーやカプチーノ、クロワッサンなどの朝食メニュー、お茶類はフレーバーティーやマリアージュフレールのお茶、ハーブティーなど種類が豊富。パティスリーもあります。まずはお目当てのショコラショー、いただきます。カフェ・ド・フロールのショコラショーはビター感の強くないほっこり系のショコラショー。この日は近くで用事がある前に朝食で伺っていたのでクロワッサンをいただきました。見た目は昔からあるクラシックなさっくり感のあるクロワッサン。クロワッサンの断面をお見せするのを忘れてしまいました。軽めのサクサク感とバター感のあるクロワッサン。ここでようやく断面をお見せし忘れていたことに気がついて断面をお見せしています。この日お隣にいらっしゃった方はモード関係のお仕事をされていると思われるとってもファッショナブルな男性。今も変わらずファッション関係の方に愛されているカフェなんだと、カフェ・ド・フロールの歴史と今を感じながら朝の時間を過ごしました。私がこのカフェ・ド・フロールが好きな理由の一つはこちらのテーブル。お食事を頼むとサンペが描いたこのカフェ・ド・フロールのイラストを敷いてくれます。私もサンペの大ファンで夫の家族も大ファン。初めて夫の実家に行かせてもらった時にサンペの話をしたのはいい思い出。人気のカフェ・ド・フロール、目の前のサンジェルマン通りの渋滞を避けて車の間をすり抜けるバイクなど、まさにパリの風景が描かれています。会計時の領収書も本みたいで可愛い。ショコラショー 9.5 ユーロ、クロワッサン 3.5 ユーロで合計13ユーロでした。レ・ドゥ・マゴ、サンジェルマン・デ・プレ教会の目の前にあるこちらのカフェ、1884年創業の老舗カフェです。ヴェルレーヌ、ランボ、マラルメが出会った場所であり、文学者をはじめピカソなど芸術家なども通っていたカフェ。
1933年に創設されたレドゥーマ御所は歴史ある文学賞の一つ。店内にはカフェの名前にもなっている2つの陶器製中国人形が。実はレドゥーマ御所はショコラ賞が有名。濃いめのショコラ賞でとても美味しく、私のお気に入りのショコラ賞の一つです。この日はパリジェンヌのマダムと夫と会っていたのですが、話は尽きないのでブランチをいただくことにしました。食前酒やワインのメニューから始まり、ブランチメニューやお食事のメニュー、メニューはコンパクトですが、お食事メニューが結構充実しています。ソフトドリンクやコーヒー類の温かいドリンク、最後のページはデザート。クロックマダムは夫と半分こしました。ご覧のようにクロックムッシュの上に目玉焼きが乗っているものがクロックマダムです。とろーり流れる卵の黄身とエモンタールチーズとハムの相性はグッドです。レドゥーマ御所の好きなところはショコラショー、そしてお食事が美味しいところ。これだけ観光地化されて観光客でいっぱいのカフェでもお料理のクオリティが落ちないのは個人的にはポイントが高いです。私はクラブサンドイッチは今回はいただきませんでしたが、クラブサンドイッチも美味しかったそうです。ちなみにサンジェルマンデプレ教会前側のテラス席だとこんな雰囲気でカフェが楽しめます。
Petit bisous France!